ハロハロハロウィーン、ハロハロウィーン、ハロハロハロウィーン、ハロハロウィーン。どうもどうも、こじんまです。今日はそろそろハロウィーンということで、それっぽいところに来てみましたけど、どうでしょうか。なんじゃお前は、めっちゃニトリやないか。パクられた、こじんまちパクられた。あーあー、違和感がない。それでは今回ですね、毎週やってますみんなの作品紹介コーナーをやっていきます。どんどんパフパフ。それでは見ていきましょう。今日はいっぱいいますよ。一人目はこちら、トーマチからです。はい、こじんまちとアメちゃんですね。ちょうどね、私の頭の上にもありますけど、アメちゃんです。ペロペロキャンディーですね。私これ食べたことないですけど、皆さん食べたことありますでしょうか。なんかキャンディーって言ったらこのイメージあるけど、実際食べたことある人少ないのではないでしょうか。はい、こじまちのイラストもね、本物そっくりでございます。トーマチさん、ありがとうございました。お次はこちら、クロクちゃんになります。まず一つ目はね、かぼちゃをね、かぶっております。なんでさ、ハロウィンってかぼちゃなんだろうね。謎。そしてお次がこちら、なんか悪役っぽくなりました。黒いマスクをしております。かっこいいっちゃかっこいいけど、泥棒っぽいっちゃ泥棒っぽいですね。さらにお次。ででーん。これはね、普通にハロウィンっぽいですね。どうもどうもでーす。なんか知らんけど、頭にタコをね、置いてるのはちょっと謎。初めこれ帽子かと思ったけどさ、タコって書いてあるんだよな。なんでだろうね。で、今回ね、こちらです。こじまちが配布しております。画像に書き加えてくださいました。ダウンロード先は概要欄に貼っておきます。自由に遊んでくださいね。パクロクちゃん、ありがとうございました。お次はこちら、アミちゃんからです。はい、見てください。こちらですね、とんかつの家に小島が遊びに行っております。一緒に家に入ろうということでね、とんかつと一緒に遊ぶんかな。とんかつの格好がまた可愛いですね。フリフリスカートに黒いシャツ、かっちょ可愛いですね。こじまっちはね、マフラーとかね、帽子とかやって、冬の装いでございます。天気もいい感じになっておりますけども、最近はね、よくわからん気温になっておりますね。こじまっちもね、気温の差のせいで風邪をひいておりましたけど、皆さん気をつけましょう。寒くなったらこんな感じでね、防寒着、マフラーとかね、使うといいかもしれません。アミちゃん、かわいいイラストありがとうございました。お次はこちら、ひのちゃんからです。ドラメシアっていうポケモンですね。好きなみたいですね。で、こじまっちはですね、魔法使いになってますね。こちらの漢字はあれだな、前回のスケジュールに使ったこじまっちのイラストに近い感じで書いてくださってるのかな。めっちゃ上手じゃん。かわいい。綺麗にね、線まで塗ってね、すごいですね。線めっちゃ丁寧なんですよ。ザーって塗ったんじゃなくてね、まっすぐ一本一本線を使って塗るっていうね、トーン張りみたいな感じでね、すごい丁寧だなと思いました。ひのちゃん、ありがとうございました。お次はこちら、秋ももちゃんからです。小島ラーメン。最近ラーメン食べてないな。小島ラーメン、マシュマロ入ってんのかな？絶対美味しそうじゃないよね。さて、お次がこちら、あ、ねずこだ。こじまねずこ似合っとる気がする。意外と似合うね、髪の毛もいい感じでございます。さて、次がヘイ。おー、眩しい。めっちゃギャルになってる。すげー。お目目もね、持っていますけども、細いのは変わっておりませんでした。じゃあ、お次、ドドン。あ、ドレスになっとる。これまたなんかね、ダンスとかね、やってそうなね、衣装でございますね。おしゃれー。え、お次が、増えた。なんか知らんけど、増えた。さらに、サングラスつけましたね。待って、なんか追いかけてるんでしょうか。んで、イカちゃん。もうほぼイカちゃんですね。こじまっち要素が微妙に目が下がってるくらいかな。で、次が、あー、タコ？これどんな感じになってんだろう。すごい真っ黒になっておりますね。で、お次がまたドレスですね。さっきの紫とちょっと違う感じになっております。これで終わりかな。秋ももちゃん、たくさんありがとうございました。そ
さてお次がひかりんちゃんからですね。1枚目こちら、栗っぽい机のところでね、焼き芋置いて小島中島大島3人で食べております。あれ、これ多分焼き芋で合ってると思うんだけどさ、焼き芋さ皮の方食べてない？あれ、お口広げてんのかな、お口広げてるっていう感じになってんのかな、イラスト、それとも皮の部分食べてんのかな。まあ食べればいいか、美味しければいいです。はい、ありがとうございます。とっても可愛いですね。大島さんのウインクもいい感じです。さてお次、ででハールガイズ、しかもこれリスナーさんたちじゃないですか。ゴール手前でギューってしてるあのシーンですね。ギューっと、まあ、シャカピさんとリサちゃんとチャチャマルはわかるなすげえ固定スキン軍団じゃないですか。小島ってめっちゃ可愛い、ありがとうございます。こちらヒカリンさんたちからでした。次がこちらユナちゃんですね。めっちゃうめえカービィ、小島っちとカービィミニミニ仲間、可愛いね、プニプニしてる。あれ、小島バージョンのあいつがいるな、ワドルディ似合っとんな。ほんで、ででん、漫画になっております。読んでいきましょう。たまたま小島です。今回はドドドン、小島っち大好き動物園に行きます。バンジャーイ。問題、停電、小島っちは何派でしょう。え、ちょっと小島っち太陽に近すぎて焦げておりますね。かわいい、面白い。チクタクチクタク、3、2、1。答えとイラストは左側にあります。漫画超うまいですね。で、答えはででん、うさぎでした。ぎゅー、かわいい。小島っち猫アレルギーだからね、うさぎちゃん好きです。ゆなちゃん、ありがとうございました。めっちゃうまいね、イラスト。ありがとうございました。で、最後はりさちゃんからですね。見ていきましょう。ででんででんででん、これはまたリスナーちゃん全員集合でございますかね。たくさんのリスナーさんをイラストにしてくださっております。小島っちはですね、どこにいるかな、あ、真ん中左側かな、上の方にアルパカって書いてあるけど、これアルパカのイラストになっておりますね。はい、みんなでアルパカ好きなんかなモフモフしてる牛みたいなやつですねそういう説明でいいかしら。いろんなねリスナーさんいるので、もし自分のねキャラクターがいたら、ぜひコメントしてみてください。さらにこちら、ででん、ホールガイズ小島っちは、さらにこちらも他にもリスナーさんいるっぽいですね。小島っちは真ん中のね、あのパンツと王冠ね、つけてるのが基本使ってるやつですね。右側はさっきのリサちゃんでございます。そう、みんないたかなそしてラストがこちら、ハロウィン模様になっておりますけども、はい、お化けになった小島っちたちです。左から中島くん、小島っち、多分リサちゃんだな。で、右側が大島さんかなという感じですね。すごい、お化けのね折り紙どうやって折るんだろう。帽子もかぶっていい感じですね。リサちゃん、ありがとうございます。ハロウィンのやつすごいですね。はい、といったところで今回のイラスト紹介コーナーでした。イラストの送付先は概要欄から送ってみてください。たくさんのイラストありがとうございました。また次回お会いしましょう。ならねー。